見る人を不思議と夢の世界に誘い、楽しい気分にさせてくれるマジック。近年では人と人との心を結ぶコミュニケーションの道具としても注目されています。小田原市民の皆さんの活動を紹介する市民力47回目となる今回は、マジックの持つ魅力に取りつかれ、日々仲間とともにマジックの練習に励んでいるサークル、小田原マジッククラブレインボーをご紹介します。小田原マジッククラブレインボーの発足は平成9年の4月、2012年3月をもって終了した高齢者の生きがいの発見と仲間づくりを支援する生涯学習大学小田原シルバー大学の第1期卒業生によって設立しました。その後、小田原シルバー大学の卒業生の希望者などが入会していき、現在の会員数は16人。月に2回の練習日と月1回の外部講師による勉強会のほか、幼稚園や保育園、老人ホームなどに出かけて手品を披露するボランティア活動などを行っています。シルバー大学の歴史観光課とかいろいろありますよね、コースがありますよ。あの中に手品コースっていうのがあってね、それが最後の卒業生が9期生ぐらいですかね。もうあとこはなくなっちゃって、ただその後ですね、去年おととしぐらいからいろんなつてとかね、我々が手品教室なんかやって、その生徒さんが入ってきたりね、我々の会員のお友達に入ってもらったりして、4分の1ぐらいはそういう人ですかね。シルバー大学卒業してない人も何人かはおられるんです。はい、近年は老人施設などからの出演依頼が増えているという小田原マジッククラブレインボー。平成25年度の活動実績は、訪問回数は58回、延べ観客数はおよそ1800人ということです。班に分けておりまして、今年ここは第1班、次は第2班とかいうふうに班で行くんですけどね、だいたい3人か4人、だいたい時間としてだいたい30分ぐらいなんですよ。30分ぐらいというと3、4名でやってます。12月13日土曜日には、小田原市伝承寺のグループホーム悠久ホタルダのクリスマス会に出演。入居されている方やそのご家族、職員の前でマジックを披露しました。16人の会員のうち女性は5人。今回は女性会員の皆さんに、会に入会されたきっかけやマジックの魅力などについて伺いました。で、私手品を始めたのは小さい時に、よく父親にサーカスに見に連れてっていただいたんですね。でその時にピエロがよくパントマイムみたいのをやりますよね。それを見て、ああ自分も大きくなったらああいうのやりたいなと思ったんですね。それからいつかチャンスがあるかなと思ったら、シルバー大学は60歳にならないと入れないということだったんで、で60になってから入れていただきました。もうみんなが楽しく練習なりボランティアなり出ていって、すごくいい雰囲気のコミュニケーションが取れますので、来るのは本当に楽しいんですよね。手が震えなくなるまで震え出したらちょっと無理かなと思いますので、できればやっていきたいなとは思いますけども。ボランティアに行きましてね、皆さん行った先でまた来てねとか、またやってね、その顔を見るのがすごく楽しくて、また幼稚園なんか行ってにも花束を作ってくださったりね、今までなかったような喜びを自分自身が感じることができて、本当に楽しい
手品の会だと思っております。自分も年々年を取ってきますしね。でも手品によって自分の脳を活性化することと、手品は青春かなと思って自分で頑張ってます。私もおじが昔やってたんですね。でいつも不思議に手品ってどうしてこうやって不思議なのっていうふうに思ってたのが、自分がやれてなんかだんだんとこういうふうにこうできるようになった時の嬉しさっていうんですか、それがすごく感激でした。皆さんよくしてくださって、皆さん親切なので、とても火曜日が楽しみです。私は主人が手品をやっておりまして、実は亡くしたんですね、つい最近。それで主人が後半体があまり自由にならないときに、付き添いでこちらのマジッククラブに顔を出すようになりまして、その後じゃあ主人亡くなった後に後を継いでというか、本当は人前でねやるのがとっても苦手なので、まさかマジックをやる身になるとは思わなかったんですけども、今現在ではまだ皆さんのようにね楽しいっていうあれ心境ではないんですね。まあやるのが精一杯っていう感じなので、これからは楽しんでできるような心境というかね、なるように努力したいなと思います。もう一つは、まあ、ボケ防止になったらいいなっていう感じです。会員の平均年齢は73歳、多い時には25人ほどいた会員も年々減少と、やはり会員の高齢化に伴う人材不足が一番の課題のようです。みんなそうですね、子供みたいに、ね、若いですよ、気持ちだけはね。でみんな仲良くねやってる、まあ、一つはですね、まあ、我々は手品を通してここで小田原近辺のね福祉施設なんかにボランティアをやるっていうのも目的がありますけど、もう一つは、まあ、親睦ですね。私たちの会員層の親睦という、そういうことじゃもう非常に大成功の会だと思います。こんなに楽しいね友達ができて生きがいがあって、とても良かったと思います、うん、よく不器用器用ってあるけども関係ないみたいで、うん、普及の方でも一生懸命やれば、よし練習すればできるようなんじゃないかな、うん、と思います。現在小田原マジッククラブレインボーでは、毎年3月に1年の集大成として南足柄市文化会館で開催されている発表会に向けての練習に励んでいます。その雰囲気はまさに和気あいあい、同じ趣味を持つかけがえのない仲間との楽しいひとときを共有しています。そうですね、私もね、60になってから手品始めたんですけど、なんといってもね、まあ、手品にはいろいろ楽しみ方があるんですよね。そのどれを一つとってもね上達するっていう、ね、やればやるほど上達するっていう、これが一つね非常に大事な趣味としてね非常にいいと思いますね。それから自分がその一生懸命やりましてね、それを人に見せて楽しんでもらう、つまり社交のためのねその道具として非常にいい趣味だと私は思いますね。まあ私はね死ぬまでっていうか、いわゆるもともとねこれ障害学習小田原市のね障害学習科のシルバー大学だったんですよ。その通りにね私は死ぬまでですね楽しむことで生きたいと、つまりなんて言いますかね、人生生きるっていうことはやっぱり楽しみがあって初めて生きることですよね。私の目標なんですけど、死ぬまで楽しんでやりたいという目標です、はい、小田原マジッククラブレインボーでは随時会員を募集しています。人を楽しませるのが好きという方、生きがいのある人生を送りたいという方など、身近な道具を使って人を笑顔にできるマジックの魅力に触れてみてはいかがでしょうか。誰でもいい、年齢も問いませんし、できるできないというのは、ね、関係ありませんので、ぜひ
我々の会に入会していただきたいと思います。